You won't ever find me at a club, 'cause if I ever tried to cut a rug, by the time the night is done, you will know that I'm a strange one. I don't ever know what to do, how to find a beat, how to groove, but I dream about finding you. You make me wanna sway, and you'd say, dance with me, 나랑 춤출래. I don't care about where or when, pick a song that never ends. Dance with me, 나랑 춤출래. Close your eyes, just move your body. If you only knew what it's like to feel like you have all eyes on every little move you make, you can't seem to find your way. Maybe all this time I've lied, maybe I just never tried. 'Cause boy, when I'm alone with you, you make me wanna sway, wanna move. Dance with me, 나랑 춤출래. I don't care about where or when, pick a song that never ends. かわいいでしょ。うん、ずるい。ずるい。いらない、全然いらない。めっちゃ大きいよ。欲しいって言ってた。いらないよ、これ邪魔だよ、邪魔。いらないね。乾杯。新玉のタルトレッドと、いただきます。アミューズブッシュになりますか。季節がグリーンピースですので、グリーンピースの冷たいスープをキウイのムースと、下の方に生あのグリーンピースとキウイのフレッシュのものを入っているので、探しに行きます。召し上がってください。ありがとうございます。ありがとうございます。お好みですか。すっごく美味しいです。すごく美味しいです。絶対同じの家に欲しいね。一皿目ですね、少しアジアンテイストのお寿司になりますが、ガンバスブルーというエビの、ベニエですね。うん、それに季節の白アスパラガスのブイヨンと、キクラゲになります、ね。食感を楽しんでいただくキクラゲで、ブイヨンが、椎茸で取ったキュメンになっています。はい、おいしそう。すごいね、こんなのあるんだね。開けてくれるの。うわぁ。前菜ですが、フォアグラのフォアレになります。周りをしっかり焼きまして、カリカリになっております。中はモアルーという感じですね。で、ブラックチェリーが季節ですので、
ブラックチェリーをピクルスのように少し酸味を利かして色をマリネしまして、でそのような白いものアーモンド、フレッシュアーモンドの季節ですね。ブラックチェリーのソースにこちらアマレットのソースになりますが、カモのジューをベースにイタリアのアーモンドのリキュールを使ったアマレットソースというしっかりくりのソースです。チュルボというお魚になりますね。シッカビラメと申しますのお魚ですが、チュルボの骨でヒメを取りまして、その中でゆっくり火を入れているしっかりとしたソースになります。ガリンチュールですが、ジロールダケ、アンダケですね、と、グリーンアスパラガスのフリカスになります。それにおソースが、白ワインと、シャルドネの白ワインのソースになります。すごいたっぷりだね、キャビア、すごいたっぷりだよね。腰の部分 の, あの脂身の少ない柔らかい、部位になっていますが、ベイドックというところのアニョですので、6ヶ月以内の小さい味に柔らかくしていただきます。この後お願いいたします。本日のメインコースになりますが、セルダニオという腰のところのロースのお肉ですね。2種類ありまして、大きい方が本当に腰の部分のしっかりとしたロースで、小さい方がフィレですね。子羊なのでフィレもすごい小さい、柔らかい、部位の中で一番柔らかい部位になりますね。で付け合わせにアーティチョークのローストとアスパラガスソバージュですね、ソバージュワイルドアスパラガス、はい、マルシェで見ました。そうですね、可愛いですよね。その横の、緑色のものが、アイブゾースといいまして、餃子ニンニクで、ソースが、ピキオスという赤ピーマンを出しました。へえ、ありがとうございます。すごいじゃん、考えた手紙隣に置いたの。おめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。そう、ライチのソルベと、ピーチ、フレッシュピーチと、ベルウェンヌの、クリームが中に隠れていますね。でジュレがシトロンベールになります。でタルトのパッタージェがバナナ、キャラメル、ラムとチョコレートのタルトになっております。おめでとうございます。ありがとうございます。